iPhone ストレージが少なくなると本当に困ります。解決したのでご報告です。標準 5GB で無料ですが、最高ランクで5年間78万円でも満杯問題はなくならないです。うちの場合は写真が多いのでこれをゼロにします。写真を最適化でも効果が少ないです。要するに写真 2.2GB をパソコンに、コピー後 iPhone 本体から削除です。パソコンの iPhone 写真フォルダで全てを選択します。うちは千枚橋でしたが約30分で終わりました。なお移動は不可です。コピー後に iPhone 本体の写真をオール削除です。空き容量が増えて成功です。写真データを都度 NAS サーバー保存も言ってですが面倒です。紹介記事をリンク先からどうぞ。うちでは数ヶ月に一度の頻度です。